ククレジャはなぜバルセロナに復帰できなかったのか教えてください。お願いします。ククに関してもヘタフェに今年レンタル行ってたと思うんですけど、ついてない人もいるかもしれないですけど、ククも完全プレイされてて、アルトゥール・ピャニッチはクライシスの日の夕方というか夜発表されてて、最初はヘタフェが600万ユーロの買い取りオプションで将来の売却 40% っていう契約だったんですけど、ヘタフェの場合買い取りが1000万ユーロになって将来の売却 10% っていう契約に変わったんですよ。だからこれも売れる選手を売れっていう政策の一環でもう、でまあククはもう今バルサがこうレンタルに出してるとかそういう選手が多分一番活躍しとう選手、去年エイバルにいた時もマドリー戦で大活躍したりとか、今年もこうアンチフットボールだなんだって言われるようなヘタフェの中で、活躍はしてるんで、お金になる選手だったから売られちゃったっていう話ですかね。なるほどですね。ククに関しては、昔多分何かの動画で僕が話してるんですけど、バルサのフロント陣は、そもそもククに対してあまりこういいイメージを持ってない。ククが、一定の出場機会をこう、求めたときにバルサのフロント陣があまりよく思わなくてレンタル放出した。そこからククのレンタルたらい回しが始まったんですけど。なるほどね。そういうのもあって多分出しちゃったと思うんですけど、でもジュニオルの今季の出来とファン・ミランダのこと考えたら、いや絶対ククが一番良かったよっていう話だし、ククだったらアルバの控えとして置いといてもいいし、1列前で使うと思うんですよ、あんだけの攻撃をやったら。バルサは結構同速のウインが左サイドに左利きの選手とか右サイドに右利きの選手とかって置くと、その選手ってあまり活躍しないイメージではあるんですけど、でも、ククの攻撃力はやっぱこうちょっと魅力的なものがあるんで、ペドリとかトリンコンとかウインが新しいのは入ってきますけど、アルバの控え兼ウインガーの3番手、2番手、3番手で置いといてもよかったんじゃないかって思うんですけどね。なるほどね。こんなあっさりしちゃうんだってのは思いました。結局これもお金が絡んでしまったと。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから Twitter、Facebook、インスタもやってますのでフォローよろしくお願いします。 LINE アットでも友達絶賛募集中です。コメントもガンガンしてね。